さんこんにちは、デミーロです。はい、ということで結局ね、買ってしまったこのファミマのグッズの方、これから開封していきたいと思います。まずはね、こちらの方なんですけれども、ファミリーマート限定クリアカードということで、こちら1パック2枚入りで385円となっております。こちらが全20種で2枚がランダムで入っておりますということで、早速開封していきましょう。まずは1パック目いきます。せーの、ほい。あ、リコちゃんとクロイさんですね。続いて2個目いきます。せーの、ほい。あ、やっば、ゲトー様いらしてくれました。ゲトー様はゲトー様ってことは、ちょっと2個しかないのでわかんないんですけど、同じキャラのカードが入ってるのかな。めっちゃ可愛いじゃん。なんかクリアカードなのでこんな感じで透けるのがめちゃめちゃいいね。続いてこちら、ファミリーマート限定アクリルスタンドということで、こちらが全8種となっております。お値段が990円となっておりますね。こちらが1個だけなかったので9個購入しておりますということで、開封していきましょう。あ、こういう感じね。いきます、1個目、せーの、ほい。あ、リコちゃん。1個目はリコちゃんです。ピンクなんだ、めっちゃ可愛いんですけど。昨日4話だったんですよ、過去編の。しみるね、平和だよこれは。続いて2個目。あ、ちなみにね、今回は当時くんが欲しいんですよ。推しがファミチキ食べてるなんてマジでやばいと思うので、いきます、2個目、せーの、ほい。あ、黒井さん、かわいいね。黒井さんもこの並びはいいね。2個目は黒井さんでした。続いて3個目、せーの、ほい。あ、待って、すぐるくんです。やばいな、来週つらいね本当に。いやでもめちゃめちゃいいわこれは。こんな感じです、アップにするとかっこいい。もうこの世界線が平和すぎてさ、無理だわ。続いて4個目です。いきます、せーの、ほい。あ、灰原くん、灰原くんです。めっちゃおにぎり食べてる。あ、サンドイッチも食べてるんだ。続いて5個目、トウジくんがまだあると思うんだよね。でもいきます、せーの、ほい。あ、ナナミ、高一と思えないほどの渋さ。絶対これもう砂糖とミルク入れてないもん。ナナミと灰原くん、これね、並べてもいいよね。続いて多分ね、10個あったっぽいから、サトルくんとね、スグルくんは2個ずつっぽいんだよね、なんとなく。いきます、せーの、ほい。あ、しょうこさん、このね、しょうこさんめちゃめちゃ可愛くて、これ見たらね、フランクフルト食べたくなる。ということでね、あと残り3個です。当時くんいると思うんですけど、なかなかね出てきてくれませんよ。ということでいきます、せーの、ほい。あ、やっぱりなんか9個あったんでどっちか被ると思ったんですけど、これで9個でさ、まさかの当時くんないパターンとかあんのかな。つらいつらいつらい。推しのファミチキが欲しくて、とりあえずお迎えしたのに、あと2個。ということで、これさ、なんか当時くんだけ抜かれてて、サトルくんが2個パターンもあるかもってことだよね。つら。いきます、せーの、ほい。サトルくんですよ。サトルくんね、今回このファミマのやつね、めちゃめちゃビジュアルいいんですよ。結構お気に入り。ということでね、最後の1個です。これサトルくんだったらさ、マジでやばくない？もう全部お迎えした意味になっちゃうんだけど、とりあえずいきます、せーの、ほい。あ、よかった。トウジくん来てくれましたよ。見てください、推しのファミチキ最高すぎるこれは。でもこのさ、1個買った人サトルくん推しだったらマジで神引きという感じで、来てくれました、トウジくん、よかった。多分入荷的にはお店10個を入荷して、サトルくんとスグルくんだけ2個あるっていう感じになるんですかね、この開けた感じだと。はい、ということでアクスタ開けてみたんですけど、今回はサチスとトウジくんを飾りたくて、この4体を開けました。本当にね、次過去編がもう終わるんですけど、この世界線がね、めちゃめちゃ平和すぎて本当にね、やばいです。
しかもこれ3人さ、ごめんね藤治君、この3人のアクスタ並べると本当にさめちゃめちゃいいよね。このファミマのビジュアルは本当に指し図欲しかったので、これはね3体あって嬉しいです。あとね推しのファミチキも最高なんで。ということで日付変わって今日8月1日なんですけども、ファミリーマートの必ずもらえるキャンペーン第2弾ということで、対象のお菓子を3つ購入するとステッカーがもらえるということなので早速もらってきました。今回もらったのがサシス、もうめちゃめちゃ可愛いですよ。何なのこれ、サシスと最強コンビ、こんな感じです。あと藤治くんですね、という感じで、もらったステッカーはこういう感じですね。はい、ということで今回はファミリーマートの限定グッズと、あとは8月1日からもらえるステッカーの方を紹介してきました。今回ねファミマさん本当に最高でした。いろいろねめちゃめちゃいいグッズが出てきてくれたのと、あとねぜひねこのファミリーマートのコラボの第1弾の方の動画と、あとはファミリーマートで一番くじもやってて、この一番くじの動画の方もアップしてるので、そちらの方もねぜひご覧ください。そしてね一番くじの開局玉折の2の方と渋谷事変1の方のフィギュアのラインナップが発表されたんですけども、開局玉折2の方のね五条先生の覚醒シーンがフィギュア化されるので、それがめちゃめちゃ気になるのと、ただ開局玉折の2の方なんですけど、今回のね1の方の顔が良かっただけに、ちょっと今回公開されてる画像だとなんとなくねちょっと顔にね不安があるんですよ、なんとなくっていうのと、ラストワン賞の五条先生がすごいメタリック、これはちょっとびっくりしました。で渋谷事変1の方なんですけど、まだねあのゆうじくん、A 賞がゆうじくんなんですけど、ゆうじくんのフィギュアが公開されてないっていうのが気になるのと、あとは C 賞の五条先生なんですけど、結構ねポージングが今まであったやつって割と謎だったんですけど、ちゃんとねこの多分渋谷事変のシーンでこういうシーンあったと思うので、ななみんもそうなんですけど、ポージングもね結構良くなってきてるんじゃないかなって思います。渋谷事変1に関しては五条先生もななみんも顔が普通に良さそうだし、フィギュアとしても結構ね期待できるんじゃないかなって思ってます。もうななみんのね出来が結構良さそうなので、またね一番くじは引いていきたいと思います。でこれからスイパラ行ってくるので、スイパラコラボの様子とあとグッズの方も次の動画で紹介していきたいと思います。ぜひ呪術廻戦好きな方はチャンネル登録よろしくお願いいたします。ということでまた次の動画でお会いいたしましょう。最後までご視聴ありがとうございました。